アラクレー号で何かが起こったのだ。この航海日誌の存在を忘れてしまうほどの何かがね。それがこの船の緊急停止だったというのでございますか？勝手なことを言うな。正直なところ、私もさすがにそれは少々納得できませんね。どうしてですか？いや、だってそんな大事件が起こったのなら、いくらなんでも我々が気がつくはずじゃないですか。まあそうなんだよな。確かに先ほど私どもは緊急停止を実際に味わいましたが、あれだけ大きな警報とあれだけ大きな揺れ、そのさ、私が睡眠薬を盛られてたんじゃないかってなると、煮込みなだけの話じゃなくなってくるんだよね。え、犯人誰？この船にいるやつらのなんだ、誰かか、船員とかそこら辺か。いくら深夜のこととはいえ目を覚ましたはずでございます。まあそうなのですけど、なんだか妙にズキズキしませんか？え、何のことですか？頭ですよ。なんだか今日は朝からずっと頭が痛くてね。確かにこの細長、実はどうも今朝から本調子ではありませんでしたが、私もです。今日はずっと頭が重く感じておりました。やはり皆さんそうでしたか。そうだ、そういえば僕自身もそうだった。ゆうべ晩ご飯を食べたらなんだか急に眠くなって、なんとかクローゼットにたどり着いて、その後は覚えていない。今朝最初に感じたのはズキズキと脈打つような頭の痛み。気がついたらクローゼットから引きずり出されていて、両手には手錠までかけられていた。そんな扱いをされて目が覚めないはずがない。ああ、ところでミスター、なるほど。君はこの船にずうずうしくただ乗りしている密航者だったね。ええ、面目ないです。密航者の旅に食事はついていない。ご飯はどうしていたのかな？ああ、それは、なんというかその、麻生木のご飯をちょっぴり分けてもらっていました。確か昨夜のメニューはチキンの丸焼きだったっけね。あ、そういえば昨夜は僕が全部食べました。麻生木のやつ鳥が苦手で。ほう、では被害者はチキンを一切食べなかった？はい、でもそれが何か？君、自分で話していて何も気がつかないのかな？あ、もしかしてホームズ様、そのチキンは異常ではなかった、そういうことですか？あ、尋常ではなかったか。その通りです。あ、そういうことか。昨夜この船内で出された夕食には仕掛けが施されていたのです。食べると甘味なる眠りに誘われるという仕掛けがね。睡眠薬ですか。それでは犯人は船を緊急停止させるために全ての食事に睡眠薬を？なるほど様、さすがにそれは無理があると思います。
その通り。すべての食事に睡眠薬を混入するなど不可能なのですよ。この船のすべての船員が全員協力者でない限りはね。なんですって？どうだろうか、船員くん。え？この件はもう隠し通すのは難しいと思うのだよ。君が話さないのであれば、船舶会社に調査の要請をすることになる。そうなれば、キャプテン以下、君たち全員が処罰を受けることになるだろう。亡命を援助した罪でね。もういい、お話しする、全部。え？この船のみんな、迷惑かけたくないから。かつては一緒に旅をしていた仲間だったのですね。だから助け求めた、逃げること決めた時、俺たちは全員で手を貸すことにしたんだ。祖国とバレエ団での栄光を捨てたプリンセスを助けようってな。なんということだ。確かに昨夜のチキンには睡眠薬をたっぷり混ぜておいた。そういえばなんだか苦い塊が入っていましたけど、ああ多分そいつは溶けきらなかった睡眠薬だな。うう、とんだスパイスだな。午前0時、海上のとある地点で俺たちはプリンセスを乗船させた。彼女には現地の協力者がいた。連中の小さなポートで現れたんだ。僕たち船客はそれに気づくことなく眠り続けたわけだ。美味なるチキンにかけられた甘味なる魔法のおかげでね。それでは、ゆうべこの船でその時刻目を覚ましていたのは、この船の船員たちと大のチキン嫌いの者、そして新たな乗客となったニコミナさん、あなただけということになります。つまりあなたには可能だったのですね。船が急停止する際に生じる感性を利用して勘抜きをかけることが。でももし本当にそんなことをしたのならば、この船の全ての船室の勘抜きがかかって大騒ぎになるのでは。いや、そうはならないだろうね。え？あ、そうか。ゆうべ僕たちは自分の船室で夕食をいただきました。そして強烈に眠くなり、そのまま寝てしまったはずです。したがって船客は全員自分の船室にいたことになる。あ、目が覚めて船室の勘抜きがかかっていても不思議ではない。だから誰一人として異常には気がつかなかったのですよ。つまり犯人はたった一つの船室の勘抜きをかけるために、ゆうべこのアラクレイ号を緊急停止させたのです。なんだか長々と理屈を並べていたようだが、それが結局何だって言うんだ。今君がその耳で聞いた通りだよ。被害者の死の現場には確かに第三者がいたのだ。
他人に罪をなすりつけるために床にロシア語のメッセージを残して、証拠となるガラスのかけらを必死で隠そうとした。そしてこの船を緊急停止させて現場の扉のかん抜きをかけたのだ。なかなかご苦労だったね。でもニコ、知らない、そんなこと。お前らが意味のない英語を撒き散らすのは自由だ。だがな、あいにく船乗りは理屈を聞く耳なんざ持たねえ。船乗りが信じるのはてめえの目で見たものだけだぜ。実にいい心がけだ。え？実は僕もそうなのだよ。この目で見たものがすべて。ミスター、なるほど。はい。君には聞こえているかな？罪を告発するこの叫びが。罪を告発する叫び。すみません。僕には何のことだか。罪の証、その声なき声を聞くのは耳ではない。それはやはり目なのだ。すべては観察から始まる。だから一体何だって言うんだ。それでは始めるとしよう。今度こそこれが最後です。真実へたどり着くための論理と推理の実…またかよさあ、よろしく頼むよ、ミスター、なるほど。ホームズさん、どういうことですか、これは。今、言った通りさ、彼らを観察するのだよ。観察。カズマ様がお亡くなりになったその時、その現場には何者かがいて、様々な偽装工作をした。その者の痕跡を探すのでございますね。その通り、さすが飲み込みが早い。わかりました、やってみます。昨夜、事件の際、第三者が現場にいたことを示す痕跡とは。え？右耳が何なの？なんかついてる。何これ。こいつがやったのか。こいつが痕跡を残したのか。陰気の跡。おや、これ見てください。こんなところに鮮やかなシミがあります。はい、これはどうやら陰気のようでございますね。陰気。しかもこの色、明らかにこれはこれだね。はい、これで突きつけるだね。犯人こいつだ。ストロガノフさん、その白い制服、紫色のシミがありますね。え？ああ、どこかで汚しちまったようだぜ。そのシミについて何か思い当たることはないかな。なんだと。どうやらそのシミの重要性にピンときていないようだ。次はその問題をはっきりさせるとしようか。ストロガノフさんの制服に付着した紫色のシミ、その正体ならば明らかだと存じます。その通り。ではその証拠を突きつけてやろうじゃないか。はい、ストロガノフさんの制服の痕跡、その正体を示す証拠は、日記。これか、紫色のインキ、これだね。はい、
その制服のシミの正体は陰気です。陰気だと？紫色の陰気、かなり珍しい色だね。どうやらその意味に気がついたようだ。現場の床のロシア語の文字は紫色のインキで書かれていた。その制服についたシミと全く同じ色のインキです。インキが乾いてしまえば制服に付着することなどありえない。つまり君はインキがこぼれた直後、あの船室にいたことになるのさ。わかった、認めてやるよ。俺がやったんだ、全部。